ちの考え方として、それを救済することがどれだけ価値があるか、そういう話。1000人を支援するよりも、1人を支援した方が全体のためになる、そういうことは結構、ある。極端に、全くゲームのように、難民として国を追われた人が逃亡する。それを、支援する、とか。その一人が助かるとき、その内情が世界へ知らされ改革は始まる、という可能性があるとき。それはたった一人の救済かもしれないが重い価値がある。テトリスなんかは工場などで部品を組み立ててる人々を支援するような内容で、汎用性は広いが、だから、ゲームというのはこうでなければ、というわけでもなく。カンコレ、なんかは、プロデューサー的立場の人々を支援するというニュアンスの方が強い。絶対数が少なくとも、彼らが成功するとき、その作品もまた良品として。Thank you.